日テレ東京ベルディベレーザ対野島ステラ神奈川相模原の一戦です。まあ、そしてこのシーン植木から奪って藤野1対1、ここもゴールキーパー久野のセーブ光りました。そして後半です。51分のシーン、西川からですね、藤野、これが48分のシーンですね、西川から藤野のシュートがクロスバーを叩きました。そしてこの51分のシーン、村松のこのフィードを抜け出した藤野が1対1、今度は決めました。このゴールでベレーザが1点をリードしました。村松のこのフィードもぴったりと合わせていきました。ただいまゴールです。そして73分のシーン、ここで藤野が粘って西川です、かわしてこのクロス、一度は池尻弾いたんですが、最後は宇津木留美、交代で入った宇津木のゴールでベレーザがリードを2点に広げました。Bリーグカップグループステージ第5節、日テレ東京ベルディベレーザ対野島ステラ神奈川相模原の一戦は、ベレーザが2対0で勝利を収めました。